はい、どうもリッチです。さあ、今回もシールドオールやっていきましょう。さあ、今回はね、一つの勢力を予約して、まあ、この青の勢力に勝ってもらって、こうかな。まあ、ここにこもって戦おうかなと思います。お、また新しい。さあ、これが、まあ、まだ使っていない。まあ、キャンペーンでいうとこの敵が使う勢力だね、ガウル。かっこいいですね。満足感はそんなないんじゃない？普通にね。まあ、赤だからっていうのがあるのかな。部隊長的な感じありますね。まあでも他の勢力のね、リーダーは英雄ですからね、それで言うと。さあ、置いていきましょう。まずは拠点の強化ですね。まあ収入上げたんで、まあ、だいぶ出しやすいと思うんですけど、住人の守備と置きましょう。詰まってるって、詰まってる、来い、しょうがない、上がろう。あ、それでいいの、位置。よかったんだ、それで。さあ、まず来たぞ。いきなり我が軍の元に来るとはな。激ムズしやろう。カエサルか。ほら、帰れ。ローマに土地渡さんぞ。入ってきた。もう開いた。え、そんなすぐ開く。ここにいるからかな。閉めて、これもう。もう出ないから、ここから。さあ、どちらかが収入多くて少ないので、どちらかがね。まあ、その時点で、まず滅亡がすぐ来るだろうと。で、その残った時間を使ってね、敵をボコボコにしていこうかなと思うんですが。ちょっと出して、まあ、すぐやっぱこうね、突破されてしまうので、この辺でホールドして、まあ、あのね、旗舞台とか死にそうですけど、で、君たちもうちょっと上よ。そう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 。あ、来た来た来た。あれ誰だ？ローマか？ギリシャか？ギリシャ軍が攻め寄せてきています。投げてきた。下手くそめ。戦死したね。お体力上げますか。 FCS ってなんだ。 HFCS か。あー、拠点の制圧速度ね。いらないパラメーターだね。さあ、また来たぞ。いいね、たどり着けないよ、本当にね。いやー、これは面白いね。前もやりましたけど、まあ、違うマップでやろうと思ったんですけど、やっぱ時間制限とかかるので、ここがね、一番入れやすいということで選びましたが、減らせるな、この舞台。こいつはこの辺でいいんじゃないか。開いちゃってるんですよね。もうこれ大丈夫かな。どっか行ったぞあいつら。あ、来た。横からいますよ、横から。こんな状況ですね。あ、投げようとしてる、必死に。あー、でも戦死。残った部隊がね、意思を継ぎますが、
おお、突破できず。前衛が死んじゃうんでね絶対無理そうだね。死なないのかな。来た来た来た。これは突破されますね。ここで狙わせることによってっていうのが一番大きいか。4人いるんですかこれ。盾と自分含めてか。こうやって狙うのも大きいな死にますけど、この時間で敵倒せますからね。縦見るんですね、縦ライブ受けたとかありますよ。いや素晴らしいですね。ちょっと編成変えようかな。ここに釘付けになってる間にやられるシステム面白いね。よく勝ったな。いや再編の時間がないね。再編って言っても入れ替えるだけなんですけどね、殺して。ちょっと割合を変えて、より守備型に。もっと減らすか。今回もいけんじゃないかな。さあ遠距離10人、守備隊が15人、まあ、14人か。ちゃんと多い意味あるんだね。なんか、まあ、敵当たると倒れるんで意味がないのかなって思ったけど、やっぱ多い方が敵は死にますね。ならやっぱりこっちが多い割合の方が強いだろうと。でこっち3人しかいないね。で旗持ちがねそこに行くっていうやつこれ死んじゃいますからね。さあ HPS1.80%、 まあ回復のスピードだね。どっか行くと見せかけてこっち来るやつあれ何なんだろうな。
逃げ出した逃げ出した。ここがいいな。警戒してる感じですよね。あ、来た、自暴自棄。さあ無限に来てますが、まあそろそろ終わりましょうか。これダメージあげますか。ダメージってこの槍も上がるのかな。一応これ範囲で変わるんですよ。めっちゃあげたら一発で死ぬのかな。敵は一応2発くらいで死んでるっぽいですけど、槍2、3発くらいかな。上げまくったら変わりますかね。ここは警戒しておかってね、タワーになるけど、ここら辺で苦戦しだして、お、モデルか、長生きしてますね。あ、死んだ。死んだら逃げるか来るかなんで、配送によるね影響が見れますね、ゲームで。統制を失うと絶対に。とりあえずここにしますか。まあ昔ねキャンペーンモードの時にちょっとねやってみたやつなんですけど、その時はね、まあ、点差とかで終わっちゃったので、今回カスタムバトルがあるので、まあこれは時間がね来ない限りは負けないので、まあ、それでちょっとパパッと滅ぼさせてやってみましたね。まあ、この圧倒的な拠点のね防御力の前になすすべなかったですね。まあ、現状ねこのゲームまあ一つくらいかな、まあ、このカスタムバトルからアップできてないんでね、ちょっと次の楽しみですけど、とりあえず現段階の遊び方これですね。これが今のところ一番面白いかな。もっと数とか増えたらいいんですけどね。まあ、25人なんでね、これ崩せませんけど。あれ届かないもんね、ほら。せめて届けばね、ワンチャンだけど。敵によるこの槍部隊の被害ないですからね。お、来るか来るか、あー、お。お。放てずだね。何回もやろうとしたけど、放てないっていう。